2人行きましょう。いや、これなんで、ぶっちゃけ危ないです。マルチョーホン、もう誘ってるんじゃないの？やってて、イベントので。ですよね、そういう手口で。やってて、イベントですね。マルチョーホン誘って、バーで加入して、マルチョーホンに加入してみますよね。さっきは手を貸したりして、いたんですよ。さっきは声かけたりするんですよ。そうですね。何の目的？僕らは、部屋をまず変えてないと、ね、それ多分分かってるってことは認識してますね。僕らは部屋をまず変えてないと。じゃあ何のために感じませんイベントに来ていただく。月15万払ってるやつ師匠どうしますやってますよ。ここなんですけど違いますってなって言ってるんですけど、違いますって言ったら環境っていう存在を知った上での回答になっちゃうんですよね。この時点で彼らはもうほぼ環境の構成員と認めてるようなもんなんですよ。本当に分からなかったらそもそも環境って何ですかとか、15万円の自己投資って何ですかそれとか、そういう質問が出てくるはずな、この時点でほぼ、黒だと思います。じゃあ僕が加入してください。何ですか？いや、いいじゃないですか。あの彼女の代わりに僕が参入してくれたら実現しますよ。だって目的が分かってる。参入してることやったら実現僕らは何でも思わないし、逆に世間に参入してますよっていうのを見せるじゃないですか。はい、それは経営者の必要が加入しなくてもいけない。何やってるんですか今。じゃあチームでやってるってことですよ。今来てくれたんじゃないですか。いやいや、そういうね、揉めてるとこもね、取るんすから。あー、オッケー。いやいや、そういうね、揉めてるとこもね、取るんすから。あー、オッケー。いや、別に、ちゃんとやってるってこと分かったら、別に止めなくてもよくないですか。そうそう。揉めてはない。世間にも、ちゃんとした勧誘があったら。何やってる？僕は YouTube やってます。多分、違う。あ、そぼけないでください。ただ別に悪、何も悪いことしなかった。いやさっき、この方が他の方でもつるんでたの知ってるんですよ。で、この人が止めてきたってことは一緒のグループです。この人たちだけとじゃあ、なんていう名前でやってるんですか。なんていう名前ですか。まあ、組織名ですね。多分出ないってことは、今すぐ出ないってことは多分環境、もしくはチームっていう名前で事業家集団として多分やってると思うんですけど、間違いないっすよ。僕さっきからずっと見てたんですよ。で、あなたたちは持ってきて何をやりたいんですか。僕らはマルチ商法で被害者を減らしたんです。で、さっきあなたたち結構声かけてたの知ってます。で、声かけるために僕らがこういう感じでさっきのマルチ商法のグループなので気をつけてくださいねって言ってた。取らない。いや、この人は法律的には大丈夫。法律的には大丈夫なのと、今僕しか映してない。じゃあモザイクかけます。人が分からないようにすれば法律的に大丈夫なんで、一応そこも知ってますし、法律に触れない程度にはします。で、ちなみに今ペアがいないから一人で多分トップの人ですか。ある程度ポジションついてるってことですか。目的としてはマルチ商法を止めたいってことですね。いや、マルチ商法を止めたいんじゃなくて、被害者を僕は違いますよ。師匠もいなじゃあ、ちなみにないんで。じゃあ、OK です。それはそれでいいんですけど、じゃあちなみにいいよ、ね、そうなら弁護士呼ぼうか。あ、大丈夫なんですけど。じゃあ、電話呼ぼう。はい。なんていう組織でやってるんですか。こういう目的の方に
教える気にはないと。うん、ない。だって、まあ、悪く言おうとね、いくらでも悪く言えるじゃん。やってない、確かに。悪いことやってたら、だって名刺も出てこないしさ。ちょっと、電話させてもらうね。はい。モーニングをします。YouTube とかって結構面白おかしくやるじゃない。そう、面白おかしくやって、結局、モザイクかけてる。それだけなんか、編集とかでやることも考えられるじゃない。まあ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 。それいいとかなかったりして。実際それ見てもらってもいいですよ。そういうのも怖いので。悪い方に映さないっていう条件になると大丈夫ですか。いや、そんなの俺全く信用してないから。ああ、動画。じゃあ、わかりました。じゃあ、LINE とかにして。いや、LINE とか俺全く信用してない。じゃあ、なんで名刺持ってる。持ってないですよ。持ってないでしょ。 YouTube で名刺持ってると思いますよ、 YouTuber。 知らねえよ、そんな。持ってないですよ。じゃあ、社会的な信用全くないんじゃん。じゃあ、なのに、それ持ってない。持ってない。持ってない。社会的信用もない。名刺持ってない。じゃあ社会的な信用持ってくれんじゃん。言ってることは一緒。じゃあ名刺だけ作ろう。じゃあ渡さなくていいです。お互い後輩で行きましょう、それは。ちなみにお昼からいると思うんですけど、勧誘して収益とかあるの？ないの？LINE とかに行かれたりするので、はいはい、いろんな方がいるので、たくさん間違えた人に声をかけてるんじゃないかなって。中にはそういう収益目的でやってる人もいるかもしれないという認識で大丈夫ですか。そう、分からないかもしれない。風俗とか会員とかやってるやつも中にはいるから。ああ、まあいろんなコミュニティの中に、まあ、いろんな人いるので。まあ、そうですね。まあ、分かりました。すいません、じゃあ一つ違いということで。すみません、僕らも申し訳なかったです。すみません、ありがとうございます。YouTube 名は？言えないです。え？言えないです。すみません。まだ、あ、二人も。はい、どうでしょうか。まあ見てもらって分かると思うんですけど、最後突撃した時に彼は名前とか言ってこなかったんですね。まあ、名前言えないってことは、まあ、少し闇があるのかなともちょっと見受けられるかと思います。で、実際に今日行った感じ、5分に1回ぐらいは勧誘してたり、組織の人たちがですね、スポーツサークル入りませんかっていう建前で勧誘してくるので、皆さんも気をつけてください。で、今後ちょっとセミナーとか勧誘をわざとされてですね、録音とか撮っていきたいと思っているので、次回の動画もぜひお楽しみください。グッバイ。